みんなってバレンタインもらったかな？僕はね、もらったよ。シンデレラガールズから。うずきさんとみおさんとさえさんからもらっちゃった。現実世界には彼女がいないんです。どうも、なべしんです。今回はですね、鉄道模型と鉄道コレクションの紹介をしていきたいと思います。それに加えて、テスコレの方で N 化準備をしていきたいと思います。で、今回紹介するのは、まあこちらもそうなんですけど、こっちは、まあ、買った当時、まあ1000円ぐらいで買えたんですけど、N 化準備はもう完了しているやつだったんで、まあこれがまあ除外ってことで、まあとあるところで出てくる可能性があるんで、これは一旦保留です。で、今回 N 化準備をするのは、こちらの上田電鉄7200系2両編成の C セットです。こちらはですね、7200系52編成ですね。現在はもう引退してしまっている車両なんですけど、でこちらはですね、いろいろ説明書が書いてあったりしているんですけど、もちろん7200系って言ったら、東急電鉄の車両なんですよね。で、一応なんですけど、アンテナも、なんかもう、そもそも入っていたんで、アンテナの方は別にいいかなと思うんですけど、台車と、あとパンタグラフですね。見えないんだけどね。パンタグラフと台車の、まあ、N 化準備をしていきたいと思います。もちろん、部品は、調達済みです、はい。こちらですね。あれ、番号違うくね。まあ、いっか。それ用のパンタグラフ。連結器もちゃんと持ってきましたね。今回は動力車なしで、つけていきたいと思います。いや、これね、これも一応ホビーセンターっていうか中古店で見つけたやつなんですけど、まあまあいい状態だったと思うんですよね。見たところ。はい、こちらになります。なんか外のものだけがボロボロに見えるけど、オープン。いいね。はい、まずパンタグラフの先頭車、はい、こちらがですね、7200系52編成ですね。ワンマン運転と書いてあって、もちろん上田方面よりのあの方向幕がついています。ワンマン運転なんで、ほとんどこっちから入ったりとかするんですけど、上田とかを別所温泉に行くと、なんか全部の扉が開くみたいな感じになってるんですね。先ほども紹介した通り、この列車は東急池上線とか、あとまあ主力で言えば大井町線などで活躍していた車両ですね。まあ、編成自体はまだ分かってないんですけど、あれ、昔の写真を見る限り7200系も大井町線や田園都市線、東横線を走行していた形跡があるってことなんでね、まあ全く分かんないですけど、まあ、気にするのはここの汚れだね。はい、続きまして、クーラーだらけの後備車ですね。こっちもほとんど変わらずですね、パンタグラフがないって感じですね。こっちには開示直破製だったかな、田園都市線でいう8500系のあの音みたいな感じのやつが、この列車には搭載されていましたね。もう一度あの音を聞いてみたいですね。池上線に最後まで残っていた車両は東洋 GTO だったような気がします。それでは N ゲージに改造していきたいと思います。いや、とうとうね、 N 化できる準備ができたんで、いや最近まで忙しかったから本当にもう大変だった。待って、カメラの電池変えよう。はい、というわけでね、カメラを移動しました。でこっからですね、台車の交換をしたりとか、あとはまあパンタグラフをつけたりとか、連結器をつけて、まあ、完全に N 化できるようにしたいと思います。それではまず台車の加工からいきましょう。まず台車を取り外します。ここを外側のカバーをちょっと引っ張れば外せるような仕組みになっているので、これで外せます。で、今回は側面や屋根はいじんないのでこうします。適当だな。台車の重りなどをつけて脱線しにくいようにします。
まず箱をちょっと開けていきたいと思います。こちら1000円以内で買えるやつなんで、あの03のやつも05のやつもあるんですけど、どちらも1000円以内で買えるんで、まあお得っちゃお得みたいなやつですね。いやー、まんちょ、あ、ちょっと残った、満落ちして灰色。うまい、使わないけどさ。こちらは使わないので、ポイッ。あー、落ちた。落とさないで。今回使うのは、こちらの、わかんないね。車輪と、あと、重りが入っているので、重りが2枚入っているので、先頭車の、こちらのパンタグラフの車輪もつけていくことになります。まずは、車輪を開けていきたいと思います。よーし、力技。全部出します。あれ、開いてねえじゃねえか。おいしい。誰が入るよ。誰も調べの前にしろなんて言ってねえだろうが。はい、でこちらが重りですね。これも後でつけるんで、置いておきます。そして、はい、車輪ですね。よし、出た。まずはですね、台車のこれ、この部分を取り外します。これを両方できるようにしましょう。これで、台車を取り外したので、台車は一回置いときます。で、ここから、プラスチックのこの車輪ですね、これを台車からかっさらいます。こうやってる作業をするとね、指の皮が厚くなるんですよね。はい、これでね、できました。で、それに加えて、こちらのカプラーの、鉄コレ用だカプラーも、取り外しちゃいます。これは上にスライドすれば、取れる仕組みになってるので超簡単に取れます。それではね、金属車輪を履かせて、元の台車に戻します。とりあえずこれで、台車の N 化が終わりました。続きまして、こちらに、重りをつけていきたいと思います。重りはどうやってつけるのかと言いますと、まあ、本来皆さんがお考えですと、このまま乗っける人がいると思うんですけど、まあ、見栄え的に悪いんですよね。まあ、これもちゃんと考慮して作られているのか、まあ、こちらはちゃんと取り外しが可能なんですね。なので取り外していくと下に空間ができるんです。なんか強く固定されてねえかこいつ。よし、取れた。この下に、まあ、一部空間があるんですけど、ここにさっき言ってた重りを穴にちょうど差し込めるように入れていきます。はい、はまりましたね。これでN ゲージの重さとちょっと比率しているような感じになります。これを上からかぶせると、はい、うまくはまるんですね。で、こちらを、まあ、はめていきたいと言いたいところなんですけど、さっきも言った通りカプラーを取り付けていきたいと思います。それではね、こちらのヘツコレ用のカプラーを剥奪します。では、で、さっきと同じ形っぽいやつ、密着連結器を、運転台のあるところに取り付けます。はい、これで固定が完了しました。これでね、脇の部分に穴があるんですけど、そちらの部分を差し込めるようになっているので、これでね、もう他の車両と連結できるようになりましたね。反対側も、まあ、カプラーをつけていきたいと思います。こちらは別のカプラーなので、こちらのとつってる方、こちらを使用していきたいと思います。穴にはめてのカチって言わないんだが、いった。うん、これで大丈夫ですね。はい、後尾車はこれにて、N 化改造は終了したので、車体に取り付けていきたいと思います。それではカバーをかけていきたいと思います。はい、というわけでね、
N 化準備完了いたしました。鉄の台車を履いている車両もかっこいいですね。 N 化する方と N 化する前のやつですね。やっぱカプラーの大きさがちょっと違うから、こっちの方が立体的っていう感じですね。それではね、反対側のパンタグラフがありの車両の方を N 化していきたいと思います。というわけでね、パンタグラフを交換していきたいと思います。まあ、これは普通にまあ取り外せるやつなんでね、ポンって外しちゃいます。そうすると、まあ、下にね4つ穴があるんですけど、これに合わせたやつのパンタグラフが、まあ普通に市販で売られています。まあ多分どっかの、まあ、多分以前持っていた人が、まあ、これを取り付けてくれるっていうことを信じて、まあ、誰かが、まあ、持っていたっていうか、まあ、削ってくれたんでしょうね。それを、まあ、はめていきたいと思います。まあ、これはねちょっと内股になっているんで、ファンタグラフの足がなので、ね、ちょっと油断しちゃうとぽっくり折れてしまう可能性があります。なのでね、皆さんこれくっつけるときは本当に気をつけましょうね。うん、いけましたね。というわけでね、パンタグラフの接続、完了です。7200系上田電鉄の車両 N 化準備を紹介しました。まあ、今後もしかしたらこういう風に改造とか、まあ、作ったりとか N 化準備、またまたはまあ B トレインもやっていくはずなので、ぜひぜひチャンネル登録をして通知をオンにし待っていてください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。いや早くこっちも作んねえとやばいな。